岡田義堂は戦国時代の武将。江戸時代初期の美濃国の旗元、美濃国大館。下切れ館主。岡田従前の子。兄に、重鷹があり、子に前世がある。官職は、伊勢守。この前世と共に、岡田証言を名乗っている。尾張国生まれという、織田信長に仕えた。兄、重隆は、信長の次男、織田信夫の重臣であったが、 小牧、長久手の戦いの際秀吉との内通を疑われて、信夫に暴殺されている。全道は、笹成正まに士官、肥後国人一騎平定戦などに活躍したが、笹家の改役により浪人となる。朝鮮出兵には、小西行長の配下として出陣するが、その後、徳川家康に仕える。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、 東軍の加藤清正の軍で先行を挙げる。この功績により、五千国の旗元となる。また、美の国幕不良の大官となり、蟹軍仮説にした切れ感を構える。徳川家康の信任が厚く、名古屋城築城部新奉行、大阪の陣の神奉行、山田奉行として、伊勢神宮造営にも尽力する。慶長十八年から寛永六年には、美の国予官となり、 治水奉行として、終わり国のお囲い包み地区定の際のミノ国側の工事を指揮する。農民保護政策や治水事業に力を入れ、ミノ国の独自の国役不信制度である、農州国法の原型を作る。猿お包みを発案した人物という。寛永8年には5300国の旗元となり、イビビ陣屋を設置する。 岐阜県中津川市仙壇林山津江の中仙道の北に将軍塚と呼ばれ五輪島があり、ここより西には将言城場の塚があり、地名を岡田が峰という。ここは岡田将言の関係する場所であったと考えられる。大正6年、生後位を追造された。愛知県名古屋市の名物で歩きし面の名前の由来の説の一つとして、 キギス面からであるというのがある。ある説では、岡田義堂が名古屋城築城部新奉行の時代、部下がキギスの肉を平らな面に乗せたものを献上し、それを大層褒めたという。後に、キギス肉はなくなり、平らな面の実がキギス面からキシメと呼ばれるようになったという。没年は寛永六年とする説もある。田尻左辺。 増意所見伝造保番上特使増意年表 B43 ありがとうございます。